皆さんこんにちは。子育てに役立つ情報を発信していく子育て情報番組、しまっこ通信すくすく大島、ナビゲーターの中野博之です。3回にわたってお送りしている子育て支援センター編。子育て支援センターというのは、子育て中の親子が交流し、育児の悩みを解消するための出会いの場や遊びの場を提供されています。今回で最後となる子育て支援センター編その3は、区画子育て支援センターをご紹介します。区画子育て支援センターは制作物に力を入れており、週替わりでいろんな制作をされています。今回そんな制作大得意な区画子育て支援センターの七夕&リトミックにお邪魔してきました。それではご覧ください。区画子育て支援センター主催のイベントで区画総合センターにお邪魔しました。今回は七夕が近かったので、七夕&リトミックをしていました。参加された方に飾り付けをしてもらうため、いろいろな七夕飾りが準備されていました。
い楽しかったです。あの上の子が歌が好きなので、あの歌音楽を一緒にやりたいと思います。やっぱママと子供2人だけだと寂しかったりするんですけど、うん、支援センターに集まるとママたちがいっぱいいて、あ、大島にもこんなにたくさんママがいるんだっていう、ママの出会いのきっかけにもなってね、子供たちも楽しいしママも嬉しいし最高です。出会いやつながりを大切にして、親子で気楽に来れるよう、そういうふうに努力しながら活動していきたいと思います。特に9月20日には大島立花区家子育て支援センター合同企画のヤクルト出前講座がありまして、お腹元気の教室があります。ぜひ皆さん参加してください。子育て中のお父さんお母さん、これから子育てに臨まれる妊婦さん、悩みのある方はもちろん、悩みのない方もお気軽に出会い、遊び、交流の場として利用していただきたいです。レジンでハンドメイドです。7月には推しの写真を使ったアクリルスタンドを制作しました。記念になるので皆さんとても喜んでいました。10月の末にはハロウィン茶会、12月にはクリスマス会があります。毎月の誕生会やファーストサインと触れ合い遊び、リボンのハンドメイド、お話し会などがあります。また支援センター内では週ごとに季節の折り紙や手作りおもちゃの制作などもしています。みんな遊びに来てね。9月も楽しい行事が盛りだくさんです。13日のレジンでハンドメイドではシーグラスや貝殻を使って小物トレイやお香立てを作ります。27日のサークルはお誕生会と茶道です。落ち着いた空間でお茶を立ててみるのもいいかもしれませんよ。予約が必要な行事もあるので、
参加予定の方は早めに予約してください。また20日は大島、宇科、立花の子育て支援センター合同企画のヤクルト出前講座お腹元気教室があります。予約が必要なのでお早めに連絡お願いします。宇科子育て支援センターさんの制作物とってもすごかったですね。本格的な七夕飾りがとっても素敵でお母さんたちも感心していました。親子で一緒にいろんなものを作ってみるのもいいかもしれません。3回に分けてお送りした子育て支援センター編はどうでしたでしょうか。それぞれのセンターに特徴があって毎月親子で楽しめるイベントをしています。地区に関係なくどのセンターへも参加や相談ができるので気軽に遊びに行ってみてください。それでは次回のしまっこ通信、すくすく大島をお楽しみに。